ホワイトパイン軍はアメリカ合衆国ネバダ州の軍である。2010年国勢調査での人口は1万30人である。軍庁所在地は唯一の法人化都市のいい依頼である。ホワイトパインという名前は軍内産学部のどこでも生えている樹木リンバーパインの古名である。ホワイトパイン軍は1869年にランダー軍の一部から創設され、軍名は ホワイトパインと考えられる松が地域に反もしていたことから名付けられた。1869年から1887年まで軍庁舎はハミルトンに置かれていたが、そこで火事が起きた後に e ライに移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は8897平方マイルであり、このうち陸地は8876平方マイル。 水域は21平方マイルで、水域率は0.23%である。ハンボルトとイアベ国立の森に属する部分が、軍内にある、スネーク山脈、イーガン山脈、ホワイトパイン山脈、ルビー山脈及びシェルクリーク山脈の中にある。また軍内には、ウォードチャコールオーブンズ州立歴史公園がある。軍の南東部には、クレートベースン国立公園があり。 ネバダ州内にすべてが入っている山としては、最高峰のウィーラー山がある。ホワイトパイン群には以下に挙げる多くの指定原生地がある。これらは2006年ホワイトパイン群保護、余下、開発法によって2006年12月20日に創設された。19世紀後半から20世紀末近くまで、地域の主要産業は工業であり、銅、銀及び金を算した。 その中でも著名なものは、留守の町近くで行われていた道の露天掘りと、ケネコットユタ道会社が運営する、マックギルの同性連署だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、非法人地域、ゴーストタウンなどを含む、ありがとうございます。